さあデュアルですね。まずコルトのガジェットで壁を壊していくと、そしてジャッキーで壁を復元させる。さあそしてゲイルでジャンプ台を復くこれはまさかこれはまさか、なんでそんなうまいこといくねん。もうなんなら敵も喜んでる。さあウルト持ちフランケン VS ファング。ファングはガジェットでフランケンのウルトを止めようとするが優柔不断が出てしまうが、しかし神プレイで避けていく天才。まあまりにも早すぎる子供の巣立ち。さあゲイル2人に囲まれているニタなんですけど、これはどうする、どうなる、どうなる、竜巻置かれる、竜巻置かれる、積んだやん。もうどうしようもない、もうこのニタどうしようもないやん。もう冤罪で島流しされてるようなもんやん。かわいそうな似たやん。さあ最弱ティック VS 最強マックス、これはどっちが勝つ。避けていくやん、もう全然当たってないやん。おいもうティックの弱いところはこういうことやねんて。おいティック弾当てろ、全然当たらんやん、下手すぎやろ。さあダイナミックが懸命に戦う、そして復活するのがエリザベス。さあこれ一旦ガジェット打ちのウルトで、さあ下でなんか体力増やしてやる、増やしてるやつおる。これ見えてるんですよね第三者から。エリザベスも思ってるわ、こいつらなんか下の方で体力増やしてるやつおると。ここでダイナマイクがしっかりしばいていく、これバレてるから気をつけて。絶対諦めんやん、絶対殺すやん、絶対殺すまんやんこのダイナマイク。さあツイッターシリーズ殿堂入りの山湯さんですね、今回はどんな動画を見せてくれるんでしょうか。さあバウンドさせてストゥーの、なんでこれが思いつく。次回も楽しみ。さあまたまた一緒のマップでモーティスがフェイクかけながらの何のシュート、これできたら彼女には困らん。さあ0対0ですね、これ延長はタンク不利なんで、これは止めておきたいところ。おっと消えられてしまう、これはまずい。残り6秒。さあエドガーがウルトで、プリモがウルトで、これは決まるか、決めてくれ。素晴らしい、熱い、この後の展開が気になる。だがしかしタンクなんでね、これ結構不利なんですよね。うん、タンクやから延長クソ雑魚やん。